はい、皆さんこんにちは。信長の野望創造ですね、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、なんとか春日山城ですね、落としました。真田家でのプレイというところで、かなり弱小ではあるんですけども、今3つの城ですね、上田城と春日山城、そしてこの飯山城ですかね、読み方合ってますか。この3つの城を支配しています。ただ戦力的にはやっぱりかなり厳しいところもありますので、今からこの堀家のですね城最後をなんとか攻略したいというふうに思っています。続きを集めていきましょう。かなり城が遠いので、どう戦うかというところもあるんですけど、焼き打ちしたりしてね、なんとかやっていきたいというふうに思います。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。で、城が1個増えたことによってですね、かなり財政的には良くなってきたというところもありますので、きちっとね足場固めをしておきたいと思います。こんなところですかね。お金はね、貯まってきたんですけど、人足、つまり労働力がちょっと足りないので、そのあたりは。敵が我が領内に向かっております。と思ったら早速、上田城に敵が攻めてきましたね。浅野か。兵を戻しましょう。ちょっと、勝てる気がしないので。一旦。飯山城まで兵を戻しましょう。城が取り囲まれました。城が取り囲まれたか。出陣します。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。さて、こっちの方はどうなってるかというと、まだ早いな。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。ご命令を。報告いたします。報告いたします。さて、こっちはどうなってるか。そろそろ頃合いだ。今上田城が攻められてますので、上田城に救援に向かいましょう。まだ間に合うと思います。で、こっちの方はというと包囲が不完全なんで、ちょっと焼き打ちをしてその間に蓄えましょう。出陣する。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。で、こちらはというと、出陣します。殿下に問う。我が軍略を。我が方の城包囲されました。
表情を始めます。報告いたします。さて、なんとか上田城は守りきれそうですね。こっちはというとかなり厳しいは厳しいか、まあ、このまま焼き打ちを続けましょう。で、ここはなんとか守りきれましたので、ちょっとこのままね、一旦進めましょう。表情を始めます。報告いたします。そしたら上田城は速攻で修復かけましょう。と同時にですね、出陣で、どこに攻撃目標を定めるかというと、こちら。なるほど、どこからも出陣できないと。みんな遅れるな。表情を始めます。報告いたします。出陣します。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。ちょっとまた焼き打ちに、戦い方を変えてですね、信行じゃないや、正行を出陣させます。五詰めですね。火を放て。で、他兵力避けれるところがあるかというと、表情を始めます。報告いたします。200か。武将がいないですね、山城には。出るぞ。信勝にもう300しかいないですけど、出てもらいましょう。もうそれほどかなり切迫してます。で、修復しますね。で、人足が足りなくなったかな。まだいけますか。ご命令を報告いたします。報告いたします。そしたらこのタイミングで一回強攻めに変えましょう。ご命令を報告いたします。報告いたします。Yeah!
これで堀家は滅ぼせそうですね。攻め込め天下に通。よし、我が軍略を。堀家を滅ぼしましたので、それぞれ騎乗させましょう。騎乗する。ご命令を。先月の終始です。武将の数が圧倒的に足りない。ですね。足りないんですが、なんとかやっていくしかないですね。表情を始めます。先月の終始です。出陣します。海津城はちょっと欲しいんですけどね。さて、全員登用します。そうしないと、ちょっと回らないので全員登用します。全員登用します。ご命令を。先月の終始です。さて、それではですね、配属でバランスを取っていきたいと思います。一番人が多いのがここだよな。なんで移動先が、まず堀さんを移動させましょう。さらには村上で、さらには上田省から関さんで、さらに春日山に溝口さんに行ってもらいましょう。大丈夫かな。よし。じゃあ、次ですね、どこに攻めるかというとこなんですけど、今3カ国領してますね。ただ兵数は少ない。他の国に比べて圧倒的に少ないですね。
浅野家と戦ったり前田と戦ったりするのは得策じゃないですよね。まあやるんだったらこの上の国々を食っていくしかないですね。さてどうしたものか。待て、徳川と石田って同盟結んでんの？わけわかんねえな。強国か。いやー、この浅野が邪魔でどうにも動けないな。かといってなー、この最上と戦っても勝てる気しないしなー。いやー、四面楚歌ですね。金森、うん、前田、あー勝てる気しない。徳川、うーん、どうしましょうかね。本当にどう戦っていいのかわからないですね。浅野と先端開くのは無理だな。1万2000ですからね、浅野は。いや困りましたね。まあ、ただ一つ言えるのは、築城するっていうのはありですね。一個城を作るっていうのは。表情を始めます。先月の終始です。さてどうしますか。兵力的にかなり難しいところがありますけど、まずそもそも同盟を結べたりするの。どことも結べないのね、同盟は。はあ、断絶してるな。ほぼほぼ断絶してますね。いやー、これで戦っていくの大変だな。浅野と一戦構えるってのは無理だ。強国を狙うしかないですかね。金森か強国か。ごめんよ、まあ、金森だな。先月の終始です。報告いたします。
金森さんはどっかと同盟を結んでるとかそういうわけではないですよね。そうなると、出陣しますか。戦か。出陣するぞ。撃って出てきましたね。ご命令を。先月の収支です。やるとしようか。我が戦お見せしましょう。表情を始めます。先月の終始です。そしたらですね、兵力的にどうだろう、足りないって可能性はあるよな。800か。800といえども欲しいな。もうちょっと様子見して、場合によっては、兵を出してもらいましょう。殿下に問う我が軍略を。そしたらですね、まずは焼き打ちをして、兵糧を獲得しましょう。報告いたします。もう最近このやり方しかないんですよね、本当に。兵糧をなんとかね、現地調達するっていうね。さあ、これでいいですかね。ご命令を報告いたします。そしたら軍団を解散します。一回、理由はですね、ご詰めの部隊が欲しいからなんですね。あ、でも遠くて何もできないんだ。なるほどなるほど。ってことは軍団解散したけど、軍団をやっぱつく、軍団は残さなきゃいけないんですね。信勝頼むぞ。じゃあその間に出陣する。表情を始めます。報告いたします。力を合わせよう。よし、松倉城を取りました。金森を、滅ぼしましたね。騎乗させます。騎乗しましょう。騎乗騎乗です。以上です。いざ戦場へ。表情を始めます。先月の終始です。配属で移動させましょう。村上忠勝、
全員登用します。もうそれ以外ねやっていく術がないので。表情を始めます。先月の終始です。さあ軍団作りまーす。軍団といってもね、本当に1個しかない軍団なんですけどね。本当にダメなんだよね。ダメだね。さあどうするかな。いや次食えるとしたらこのここくらいなんだけどな。とりあえず軍団の方に、委任をしましょう。強国とやるしかないですからね。表情を始めます。先月の終始です。それではですね、出陣しましょう。出陣先は ここかな。我が策お見せしましょう。強国と一戦構えましょう。は関一正が一正が最上家に寝返りやがった。いざ戦場へ出陣するぞ。やるとしようか。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。ゴズメの部隊がちょっとまだ来てないんで一回下がりましょう。出陣します。我が戦お見せしましょう。力を合わせよう。さすれば勝つ。止まれ。やるとしようか。ご命令を。先月の終始です。さあ頑張れ。やるとしよう。力を合わせよう。さすれば勝つ。包囲せよ。いつものごとくまず焼き打ちをして、少し兵糧を蓄えましょう。
ご命令を報告いたす。で、頃合いを見て力攻めに変えます。ご命令を報告いたす。報告いたす。あなた方はもう終わりですね。京極坂とも、初段しましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。そしたらですね、ようやく築城ができます。浅野と戦っちゃったな今。表情を始めます。先月の終始です。さあ出陣します。もうね、今のうちにガンガン攻めとかないといけないんで。先月の終始です。いざ戦場へ出陣します。出陣する。出陣するぞ。ご命令を報告いたします。報告いたします。逃げ道は与えん。いつものように、焼き打ちをしますと思ったら誰だ。これは池田か。池田隊ね。池田隊がいらっしゃいましたか。表情を始めます。報告いたします。いやー、なかなか厳しい戦いだな。兵力はちょっとでも欲しいですからね。出るとする。力を合わせよ。さすれば勝つ。雪村が退いたか。下でも戦になってますね。ちょっとその状態も見たい。誰が誰と戦ってるんだ。堀尾と山内が戦ってる。仲良かったはずなのに。正幸は騎乗させましょう。我が道を開けろ。敵を追い詰めろ。その間に出陣設定をして、もう一回
部隊を送り込む。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。ご命令を報告いたします。そしたら強兵に変えましょう。出るとするか。ご命令を報告いたします。報告いたします。なんとかここで決めておきたいんですけどね。お、織田と同盟が結べる。結びましょう。織田と同盟が結べればだいぶ変わってきますよ。なるぜ。ご命令を報告いたします。これで、金森家も潰したと思っていいでしょう。そうですね。敵将捕らえたり出陣するぞ。騎乗の入場は、いや、騎乗だな。騎乗する。騎乗の雪村を入場させましょう。我が戦お見せしましょう。出陣します。はあ、なるほど。ちょっと待ってくださいね。勢力図みんなちょっと確認しましょう一回。まず真田、我が方ですね。兵数1万2000とだいぶ増えました。ありがたい。浅野が16000。あ、浅野もでもやっぱり兵数多いですね。で、石田、ああ、や、三成はもうあれですね、豊臣を追い落としてますね、完全に。徳川が13万か。いやー、このまま徳川と戦っても勝ち目はないな。かといって織田を食うわけにもいかないし、いやー難しい選択になりますね。そうなると今出陣できるのってどこなんだ？そもそも。いや、前田とこと構えたくないわ。そうなるともう今ここしかないんだ。なるほどね。わかりました。はい、報告いたします。はっ。
ご命令を。先月の終始です。報告いたします。というわけで、ちょっとね、次回以降浅野家との本格的な戦いになると思うんですが、長くなってきましたので、ここで一旦終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ちょっとね、今回かなりゲームの方に熱中してしまって実況の方がうまくできていなかったと思うんですけども、ちょっとご容赦いただいてですね、次回以降頑張っていきたいと思います。